皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。ザァー、はい、ということで、コメント欄で気づいたんだけど、超絶の BGM が変わったらしい。で、俺いつも BGM 切っちゃってるんですよ。自分のさ、デレレッテデレッテデデデだったりとかさ、あとダース・ベイダーっぽい曲とか、まあ、被せてるもんで、基本切ってて全然気づかなかったんだけど、違うということで、今回はちょっと不動明王が、昨日、追憶の書庫に追加されたってことで、ちょっとね、フィリップ・カナミツじゃなくて、なんだっけ、モンスト・ブライト・ジェネシス、これどれぐらい強いのかってところも兼ねて、BGM を聞いてみたいと思います。それでは、レッツゴー。変わったのかな？ボス戦から違うのかな？さすがにね、丸々変わるってことはなかなかね、そんな思い切ったことするのかな？さあ、どうだ？ドン。重いけどね、若干。はい。え？全然違うね、これ。え？なんかドラケっぽくなったね。あ、ドラ、うん、ドラケだね。いいんですか。いや、倒せないんかい。かっこいい。でも急げって感じだね。なんかかっこいい、かっこいい。やっぱ好きなんですね、こういう曲が。かっこいい、かっこいい。ボス戦も違うのかな。じゃあなんか今までのに聞き慣れてたから、今までのも若干なんていうんだろう、ちょっと違う感があってさ、まだなんとなく心の中で好きになれない部分はあるけど、でもやっぱかっこいいわ。変わるっていうのはいいことだね。やっぱその変革っていうのはね、必要でござんすよ。もうどの世界にも。いいね、いいね。強っ！パーフェクトボディダッシュプラス？これはすごいね。あとボス戦が気になるね、やっぱり。あー、ここはきつそう。きっつきじゃろこれ。何当てられたら、おお、すごいすごいすごい、それはすごい、それはでかい。うん、それはでかいね。結構めちゃくちゃな走ってたもん、ジェネシス勝っちゃうよこれ。そういうやつ。あ、右行っちゃうか、間があった。おお、うお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 、急げって感じだね、本当にね。なんか若干急かされる感じが、またちょっと難易度を変えてくる可能性がややあるな。これあるな、焦って負けちゃうみたいなことあるな、これ。うわー強っ。へえー、なんかいいね。はいはい。へえー、ちょうどいいね、これ。いや、場所悪いね、でも。あ、よくは、良いか、良いな。まあ、いいや、ポンと。いいね、やっぱ好きなんすね。下のフィリップ、そっちかい。横見るやん、強っ。ビリビリ強っ。パンパンパンってこれジャン。この子がここで勝ちました。オケマル、この次のボスもね、一周回ってくれば勝てる。さあ、次が多分ボス1だよね。ボスも違うのかな。めちゃくちゃ気になるよ、これ。うん。で、下がいなくなったから、クリティカル。クリちゃんはでかいよ。うわ！さあ、ボス戦に来ました。BGM は果たして。違う、嘘だろ、マジかっこいい。マジかよ、かっこいい。いや、モンスト BGM かっけえわ、普通に。
あ、そう。俺はびっくり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 と、びっくりしたね、普通に。うん、俺はすごいわ。よしよしよし、パーフェクトボディダッシュプラス。いや、すげえ変わるね、雰囲気変わるね、急に。そうですか、いで、ああ、ちょっとアクセルターンだっけ、 SS ターンアクセルか。で、下に行くと、お、すごいすごい、神々一位調整が神ってる。でもかっこいい曲、何これ、嘘でしょ、こんなかっこいいもの。よいしょ、よいしょ、ビリビリしちゃおうかな。そう、こんな変わるもんなんだね、 BGM って。すげえ、ちょっと感動したわ。で、なんか違うゲームやってるみたい。でもこれ分かる方分かると思うんだけど、違うゲームやってるみたい、マジで。へえ、やっぱ好きなんすね、そういうのは。みんな見たら横になって、ちょっと待って、これギブ。あ、大丈夫だ。ふう、じゃあ行っちゃっていいか。